30カービン弾は1940年代に設計された小銃用実砲である。小型自動小銃 M1 カービンの18インチ重心からの発射を想定して設計された。第二次世界大戦直前、アメリカ陸軍は軽小銃の開発計画を開始した。この計画では支援兵舎や広報地域部隊の戦力向上を目的としており、当時それらの兵舎、 舞台で標準的に使用されていた M1911A-1 ピストルよりも高い火力と精度を備え、また M1 ガーランド小銃やトンプソン短期間銃よりも軽量であることが求められた。この要望を踏まえた軽小銃の開発と並行してウィンチェスター社によって開発されたのが30カービン弾である。原型は 32ウィンチェスターセルフローディング弾と呼ばれる1906年にウィンチェスター M1905 小銃向けに開発された旧式の無機縁型弾薬であり30カービン弾はこれを30後継に設計し直したものであった一方で科学の進歩も手伝い発射薬はより先進的なものが使用された直線的な形状の薬莢や丸みのある弾頭など外見は 拳銃弾に近いい特徴を備えている4 6 x 3 0ト、mm、ル弾、5 7 x 2 8ト、mm、ル弾、30カービン弾当初、ウィンチェスター社は弾薬の開発のみを担当しており、継承銃そのものは他の企業や個人の設計者によるいくつかの設計案が陸軍に提出されていた。しかしいずれの設計案も5ポンド以下という、 目標重量をクリアすることができなかった。そこで陸軍のルネスタトラー少佐は30から06弾を使用するウィンチェスター M2 小銃をスケールダウンして30カービン弾向けの小銃を開発することはできないかとウィンチェスター社に持ちかけたのである。この設計にはジョナサン・ブローニング技師お及びデビット・ウィリアムズ技師が関与した。こうして開発された M1 カービンは 重量がありかさばる M1 ガーランド小銃に変えて、不評昇降、機関銃種、砲兵、戦車兵、空挺隊員、及び通信要員などによって装備された。この銃と弾薬は標準的な不評装備として置換されることを意図していなかったが、現在では、後のアサルトライフル及びアサルトライフル用、昇降計弾に近い設計思想の下で、 設計されたと考えられている。派生型の一つである M2 カービンは、セミ・フルオートを切り替えられるセレクティブファイア機構と30発着脱式断層を備えた改良型で第二次世界大戦後期に投入された。M1 及び M2 カービンは朝鮮戦争中にも広く使用された。朝鮮戦争後の米陸軍による評価報告では、M1 及び M2 カービンに対して、寒冷地運用におけるいくつかの欠点が報告された、ほか、厚着をした北朝鮮及び中国の兵士を至近距離で銃撃しても足止めできなかった胸の苦情が複数寄せられた。しかし、その後も M1 及び M2 カービンの使用は続けられ、ベトナム戦争では、偵察部隊や軍事顧問などのアメリカ軍人が標準格器の代用品として使用した。また、 30カービン弾の威力不足に関する報告は、その後も繰り返し寄せられた。1994年、イスラエルでは、マガルと呼ばれる新型小銃を採用した。これは、ガリル MAR を原型として、30カービン弾の使用に対応させたものだった。しかし、加熱などの不具合に関する報告が相次いだため、2001年には採用が撤回された。 M1 カービンはいまだにイスラエル警察及び市民警備隊によって運用されているという。アメリカ陸軍が要求した仕様によれば新型弾薬の後傾は27以上であり有効射程は300ヤード以上また300ヤード地点での平均射撃精度が誤差18インチ以下に収まることが求められた。この要求を受けたウィンチェスター社のエドウィン・パグスレーギ氏は 新型弾薬の後径を30後径、弾頭重量は100から120グレイン、初速を秒速610メートルとして設計した。最初の試作弾は 32SL 弾を原型として薬莢のリムを下げ、軍用の 45ACP 弾と類似した形状の308弾頭を備えたものだった。また最初に出荷された万発分には、 30SL の刻印が刻まれていた。M1 カービンは軍用銃としてだけではなく、コレクションやスポーツライフル、猟銃など民生用ライフルとしても非常に人気があり、そのために30カービン弾もまた民間で広く使用されている。例えば鹿など小規模、中規模の獲物を対象とした狩猟にて使用されることも多い。ただし、 重心の長いカービン銃で発砲したとしても、標準的な軍用フルメタルジャケット弾の場合は、ソフトないし、フォローポイント弾のように崩れることはなく、また、密度の高さから、弾頭の貫通力も高い。狩料や自衛においても需要が高いソフトポイント及び、フォローポイントなどの弾薬は、ウィンチェスターやレミントンンク、フェデラルカートリッジ社によって提供されている。30カービン弾は、 32から20ウィンチェスター弾や327フェデラルマグナム弾32ウィンチェスター SL 弾などと同一の目的でしばしば使用される。拳銃の中にも30カービン弾を使用するものがいくつか存在する。1944年スミスウェスソンは30カービン弾を使用する回転式拳銃を開発しており 問題を起こすことなく1232発の連続射撃に成功したという。またこの回転式拳銃は4インチ重心を備え、標準軍用弾頭を秒速389メートルの初速で発射することができたという。しかし、命中精度が低く25ヤード地点での平均射撃精度は誤差4.18インチであったという。このため陸軍は この回転式拳銃の採用を見送っている。30カービン弾を使用するピストルについては、しばしば銃声の大きさが特徴として指摘される。1958年、J. キンバル・アームズ株式会社は、30カービン弾を使用する拳銃を発表した。これは、ハイスタンダード社が設計したフィールドキング、22口径競技用ピストルを再設計したものであった。 1960年代には、スター・ムルガー・ブラック・ホークのバリエーションとして、30カービン弾を使用するものが設計されている。ユニバーサル・ファイアアームズ社は、1964年から1983年にかけて、エンフォーサー・ピストルと呼ばれる、30後継拳銃を設計した。エンフォーサーは、法的に拳銃として扱われるように、M1 カービンの重傷を除いたもので、 1983年から1986年にかけてアイバージョンソン社によって販売された。その他、トンプソンセンター社のコンテンダー、トーラス社のレイジングサーティ、AMT 社のオートマグスリーなどが、30カービン弾を使用する拳銃として知られるが、いずれも商業的に大きな成功はしていない。左から 8mm モーゼル弾、8mm ルベル弾、 30カービン弾標準的な30カービン弾の弾頭重量は110グレインで、初速は秒速610メートル、エネルギーは1311ジュールである。一方、4インチ重心から発射された357マグナムリーボールバー弾の場合、初速は秒速460メートルでエネルギーは750ジュールである。この比較では、 357弾の方が大口径であり、また通常は、ホローポイント弾仕様である点に注意しなければならない。30カービン弾は極初期の、民生用半自動小銃向け実三 32SL 弾を原型としている。これらの銃弾の性能は現在流通している。32から20ウィンチェスター弾に相当する。民生仕様の。30カービン弾はキツネやペッカリー。 ヨ用手などの大型動物の駆除、狩猟目的の使用に適しているとされる。30カービン弾発射時の重厚エネルギーは、鹿打ち用の、30から30ウィンチェスター弾に比して、およそ半分、大物狩猟用の、30から06スプリングフィールド弾に比して、およそ3分の1に相当するという。アメリカのいくつかの州では、狩猟に関する法律の中でその名称や、 重厚エネルギーの大きさのため、30カービンガンの主量における使用を禁止している。一般的に次のようなものが運用された。ありがとうございます。